ほーい、どもれいです。今回ですね、こちらのついに心属性ルフィ超進化が来るぞということで、まぁ、ちょっとお知らせ、させていただこうかなと思ってます。まだね、超進化後の性能とかは、発表はされていないんですけど、今後、すぐに発表が来るかなと思いますので、その時にまた、ご紹介しようかなと思っているんですけど、こちらのルフィがね、ついに超進化来るということで、そこそこ前の、多分フェスゲーにはなっていると思うんですけど、多分自分が始めた当時はもう、実装されていたような、キャラになっていますので、3、4年前とかぐらいのキャラだと思うんですけど、スタンピードなのかな、これスタンピードルフィなのかな。そうなるともう 3,4 年ぐらい経つのかなっていう、印象のキャラにはなっているんですけど、いやー、ついにですね、はい、こちらのルフィも超進化来てくれるということで、個人的には力属性ルフィねの方が来てほしい感はあったんですけど、こちらのルフィがどれだけ強くなるのかっていうのがちょっと気になるところにはなっているんですが、なんといってもこちらのキャラ、超進化前のキャラにはなるんですけど、こちらレベル上限突破をね、上げていただきますと、まず戦長効果の方が、冒険開始時自分の必殺ターンを3ターン短縮、心技力属性の攻撃を 4.5 倍受けるダメージ 20% 減らす、で自分の攻撃は 5.25 倍で、有利スロットが、増えるっていうのと、なんといってもこの戦長効果しびれ状態を10ターン回復できるっていうのと、あと残り体力が 30% 以下の時チェーンケース増加量が 1.2 倍になるということで、非常に、優秀な性能を持ちなんですよ。この戦長効果に関しましては非常に優秀な効果を持っていまして、なんといってもまずね、戦長効果の方で戦長効果もこうしびれどちらとも解除できるっていうのはやはりね強い、やはり強いんですよ。一つでもね、戦長効果の方でギミックを一つでも解除できれば十分なぐらいなのに、それが二つ解除できるっていうキャラになっていますので、このまま超進化したとしても多分これは引き継いでくれるのかなというところでね、非常に、優秀な効果なのかなというところと、あと体力が低ければ、増加量も増加するということで、さらに火力も出しやすくなるというところになってますし、あと3属性の攻撃上昇を上げてくれるので、その編成の幅とかもね広がっているようなキャラにもなっているという感じですかね。多分この調子でいきますと、超進化後になりますと攻撃が多分 4.75 倍で、自分の攻撃が 5.5 倍に、なる感じですかね。でもっと良ければ、攻撃5倍の、自分の攻撃は 5.75 倍というか、5.5 倍ぐらいにはなるのかなというところで、非常に、楽しみではある性能ですね。で、必殺技の方が、こんな感じになってまして、こちらもね、優秀ではあるんですけど、自分のね攻撃とかスロット影響を上げてくれるっていう、あと基礎攻撃を上げてくれるっていうものになってますので、そこまで強くは、ないのかなとは思うんですけど、この心属性、技属性、力属性の攻撃の、攻撃じゃない、属性相性強化をかけるとそれがプラス 0.25 上昇させるっていう、このプラスで上げてくれるっていうことに関しては優秀、なのかなというところで、非常に使いやすいキャラにはなっているのかなと。なので個人的には船員で使うよりも船長で使っていった方が性能的にはいいのかなと思いますので、そうやってみていただけたらいいのかなっていうところにはなっているのかなという感じですかね。いや、非常に楽しみな性能にはなっているのかなと。個人的にね待っているのはやはりギミック剥がしできるような、性能が来るのが一番ありがたいとは思っているんですけど、この必殺技の方でね、ある程度、例えば封じ解除できたりだとか、そうですね、攻撃ダウン解除できたりだとかっていうのも追加されれば、さらに嬉しいなってところなんですけど、それはまずないかなっていう、ところにはなってますかね。自分のね攻撃上昇なんで、味方の攻撃上昇とかも上がっていただければなお嬉しいなと、いうところにはなっていますかね。そこ以外ではあんまり期待はしてない形なんですけど、でもやはりなんといっても戦長効果が優秀、っていうところで、戦員で使えるよりもやっぱり戦長効果
を見てね使っていただきたいなという形にはなっていますので、まあ、今後の、性能がどれだけ変わるのかっていうのをちょっと期待していきたいなとは思ってます。まあっていうところで、まあ、今回ちょっと、ルフィのね紹介をさせていただいたんですけど、まあ多分ですけど、まあ多分と言いますか、この流れでいけば海賊祭じゃない絆決戦の、方で超進化はできるとは思いますので、まああと、2週間ちょいぐらい、やっていただければ、超進化はできるかなと思いますと。でまあ性能の方もね今後多分出てくると思いますので、性能の方も今後、ちょっと紹介しつつ評価もしていけたらいいなとは思ってます。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。